赤線がデュアランドラインデュアランドラインとは、およそ 2640km に及ぶパキスタンとアフガニスタンの国境線である。デュアランド線デュアランドラインと表記されることもある。デュアランドラインは1893年にイギリス領インド帝国の外相であったモーティマーデュアランドとアフガニスタン国王のアブデルラフマーンハーンの間で調印されたデュアランドライン条約の結果、 生まれたものでこの地域ででのののの大英帝国の勢力権を示すものであったこの条約の結果、この地域に領土的野心のあったイギリスとロシア帝国の間で争われてきたグレートゲームの干渉地帯が作られたことになり、両国の利権の範囲が決定した。今日ではアフガニスタンとパキスタンとの国境をなしている。この地はアレクサンドロス3世の時代から、 パシュトゥーン人が生活していた地帯であった。7世紀、アラブ人が信仰し、パシュトゥーン人にイスラム教をもたらした。10世紀、パシュトゥーン人の生活圏は、ガズナーサの治めるところとなり、ゴールアサ、ティムールアサ、ムガル帝国、ドゥッダーニーアサと支配者が入れ替わっていった。1839年、第一次アフガン戦争が始めると、 イギリス領インド帝国軍はこの地に侵攻した。1842年、英領インド軍は大虐殺されて戦火は終了した。しかし、再度、1878年の第二次、アフガン戦争で、英領インド軍は、パシュトゥーン人居住地域に進軍、またしても敗北を喫し撤退を余儀なくされた。そこで、モーティマー・デュアランドは1893年に、 カーブルに赴き、アフガニスタンとロシアの支配権を明確に区分するための領土交渉を行った。その結果、アブドゥン・ラフマーン・ハーンの間にデュアランドライン条約を結ぶことに成功する。それによって、イギリス領インド帝国は、現在のパキスタンのカイバル・パクトゥン・クワ州や、連邦直轄部族地域などをアフガニスタンから獲得、さらにパシュトゥン人が1000年にわたって生活してきた。 ムルターンやバハーワルプールを領土に加えることに成功した。これらは、その後、1970年までに、パキスタンのパンジャーブ州に編入されることになる。デュアランドライン条約は、英文でだけ書かれ、アブドゥラフマーンハーンは、英名な国王であったが、英語が読めなかった。パキスタンは1947年のインドからの分離独立以降、デュアランドライン条約を継承したが、 アフガニスタンとの公的な国境線の行為は現在でもない。1893年に締結されたデュアランドライン条約は100年をもって1993年に執行したという主張がある。同時にデュアランドライン条約には条約の効力期間を示す文言はないという主張もある。アメリカ国務省や英国外務省もデュアランド、 ライン条約には執行はないという立場を公的に表明している。パシュトゥーン人の居住権がデュアランドラインで寸断されており、アフガニスタンのロヤジルガは1949年に一方的にデュアランドラインの無効を宣言した。1947年にパキスタン独立をもって英霊領インドの実態は消滅したという考えからであった。しかし新しい主権国家は、 独立前と同じ領土を継承するという国際法の観点からパキスタンとの合意なしにデュアランドラインの向こう変更はあり得ない状況である。パシュトゥーン人の分断はパキスタン・アフガニスタンの二国間関係の緊張要因となっており両国で議席を持つパシュトゥーン人議員はデュアランドラインの廃止を求めている。現状はパシュトゥーン人は両国の入管に管理されることなく 国境を往来している。また、パキスタン軍は、過去数十年にわたって、デュアランドラインのアフガニスタン側に入った数キロの地点に、軍事拠点を設け、両国の武力衝突は耐えない。2002年、アメリカの特殊部隊がデュアランドラインのアフガニスタン側数十キロの地点に派遣され、2009年からは、アメリカ軍とナトウ軍がアフガニスタン側から、 パキスタン勢力と戦果を交えている。デュアランドラインは現在世界で最も危険な地域となっている。ありがとうございます。